皆さんこんにちは。エマネーションダンススタジオ代表テレダンスヒップホップ担当のマリコです。さあ今日はですね、お父さん必見です。お父さん見てますか？あのエマネーションには年中さんから大学生まで百数十名の生徒が通ってるんですね。でまあその中ほとんど、まあ、女の子が多いんですけども、その生徒の中から異なったクラスの60名に実はちょっとアンケートを取ってみました。お父さんアンケート取ってみました。あの最近お父さんと仲いい娘さんってすごく増えてきてるんですね。まあでもやっぱりそうは言うものの、まあ何を話したらいいのかなとか、まあ、それまで普通に話してたのに、ある日学校どうなんて聞いたら、え別にとか、はとか、急になんかちょっと距離感が出てきたりとかね、っていうこともあります。まあまあその辺は思春期なのでしょうがないんですけども、まあそれでもいろんなコミュニケーションを取れたらいいんじゃないかな、ちょっとお役に立てるんじゃないかな、ということで今日はこれをご紹介したいと思います。で、あくまでも、その本人目線です。ね。裏付けしてません。後でそのお父さんに娘さんがこう言ってたんですけどこうですかとか裏付けはしてませんのでご理解ください。まあお子さんからねどんな感じに見られてるかっていうのね参考にもなると思いますんで、ぜひご活用ください。ダンスや運動について10個の質問をしてみました。第1問、お父さんと出かけると聞いてみました。すぐさま手を挙げたのはだいたい 15% ぐらいですね。でも 15% ちょっと少ないなと思ったので、出かけないのっていろいろ聞いてみました。買い物行ったりとか、お父さんに出かけよう、ちょっとなんか買い物付き合ってよって言われたら行かないのって言ったら、あ行くっていう、なんかあそうだ行くみたいな感じで、まあ、最終的には、まあ、比較的出かけるっていう子は 40%、まあ、やはりお母さんとのお出かけの方が多いということになりました。はい、では第2問ですね。お父さん運動してるって聞いてみました。そしたらこれねちょっとクラスによって幅があったんですね。で、8% から 40% なので平均まあ大体 25%、 4人に1人ぐらい。まあもちろんその本人が知らないかもしれないし、実は陰でお父さんやってるかもしれないんで、その辺はちょっとまあご了承ください。でどんなスポーツやってるって聞いたら、ですね、サッカー、フットサル、野球、ゴルフ、筋トレ、ビーチバレーなどが上がってきました。お父さん頑張ってくださいね。はい、では第3問、お父さんの体型はって聞いてみました。ですね、これに関してはですね、お父さんの体型はって聞いた瞬間にみんなねちょっと周りをうーんって見ながら、あこれどうしたらいいのかな、答えていいのかな、どうなのかなっていう感じでもあったんです。でちょっとお父さん大きいって聞いたらうーんみたいなので、まあなのでここはねちょっと保留にしました。保留です。はい、ということで第4問はですね、お父さん力強いって聞いてみました。ちょうどテレダンス番外編でペットボトルで二の腕、かっこいい二の腕作りましょうみたいなのもやったので聞いてみたんですけど、まあ、ほぼほぼお父さん力強い。でもこれはね、即答で力強い。さっきのなんか、って曖昧なのが打って変わって、力強い出ました。やった。で、なんかね、聞いたら、ちっちゃい時にお父さんの腕にぶら下がった記憶がやっぱ結構あるみたいで、これでぶら下がって遊んでもらったっていうのを結構言ってました。じゃあさ、今もさ、やってもらえるかなって聞いたら、やってもらえると思うけど、だったので、まあでも機会があったらやってください。そしてその流れでですね、第5問、お父さんと腕相撲をしたらどっちが勝つ？聞いてみました。はい、即答、お父さん。おめでとうございます。お父さん勝ちます。それでただね、もしお父さんに勝っちゃったらって聞いてみたんですけど、お父さんに勝っちゃったらまあ普通に、やだお父さんには勝ちたくないって言ってたので、やっぱり娘にとってお父さんはもう力強い存在であるということが分かりました。そう、ちなみに私なんですけど、まあもちろん私も幼少期の頃、まあ、腕相撲とかやっぱり親とするんですよ。それで、お父さんと腕相撲をした時に片手だったらもう確実に負けてたんですけど、ある日両手で、まあ、ちょっと体重を乗せながら両手でやったんですけど、
書いてたんですね。まあまあ両手ねっていうのもありますし、まあなんか今思えば勝たせてくれてたのかなっていうね、まあこれも親の愛ですね。まあちょっと父親の話をしたんですけども、その流れで私の父親は結構スポーツをやってまして、いろんなことをやってたんですけど、ですね、スキー、水泳、ゴルフ、剣道、卓球、ソフトボール、棒術、合気道、いろいろやってました。で、一緒に行ったりとかがあったんですけども、その中でスキー、水泳、ゴルフは結構教えてもらったんですね。水泳とかスキーはあのスクールに入ったりとかはしてたんですけども、ゴルフはあの打ちっぱなしに一緒に行って教えてくれたりっていうのがあり、でさらにコースにも一緒に回るとかですね、もうやってまして、結構やっぱりその親と父親と、まあ母親も一緒だったりもしたんですけど、一緒に何かをするのってすごくこう残るんですよ。なので私ね、絶対ね、親子で何かをするのってすごくいいことだと思います。で、その運動してたからなのかは分かりませんが、結構若く見られたんです。で、50代の時に30歳代ぐらいのグループの中にいても結構違和感なくてですね、これ本当なんですけど、自分の親ながら申し訳ないんですけども、あの本当に違和感なくて、家族で全然なんか分かんないよねっていうような話をした記憶があります。ただあんまりこういうのって直接親にはやっぱり言わないんで、娘たちね結構見てます。ちょっと話がそれましたが、あのテレダンス、こういうあのダンスもう運動しましょう、レッスンだけですとかじゃなくって、いろんな情報もあのお伝えしていきたいと思いますので、ぜひですね、あのこういう YouTube とかもチャンネル登録していただけたらなと思います。あと Facebook とか公式 LINE もありますね。ぜひちょっと概要欄に貼っておくんで見てください。はい、では話がそれましたが、さあここからがいろいろちょっと山場というか、いろんなね環境に入ってきますよ。さて第6問、お父さん、お腹出てる？もうちょっとストレートに聞いてみました。でもね、そうしたら意外と反応が早くて、というかなぜだか楽しそうに出てるって言うんですよ。なんで楽しそうなのかちょっと謎なんですけど、なんかね、嬉しそうに出てるって言ってました。ただその出てる率がなんと 70%、 70です。ただ小中学生の子たちってみんな華奢じゃないですか。なのでどの程度出てるっていうのは、もうこれも詳しく聞いてないんですけども、子供から見たお父さんのお腹は 70% が出てるというエマネーション調べの結果です。はい、でそしてその流れで第7問、じゃあお父さんのお腹は出てない方がいいと聞きました。即答、いい、出てない方がいいそうです。お父さん頑張ってください。第8問、どんなお父さんがかっこいいと思うと聞いてみました。まあ、いくつか出たんですけど、スラッとしている、お腹が出ていない、まあ、さっきの流れありますね。あとはスポーツができる、はい、あいにく勉強ができるとかは入ってなかったんですけどまあこれね、まあ、たまたまもうダンススタジオで運動がそういうのが好きな子たちに聞いてるからっていうのもねあると思います。そしてですね、やっぱね、友達にかっこいいって言われたいってこうボソボソっていう声が聞こえたので、ここでね聞いてみました。友達にかっこいいって言われたいよねって聞いたら、はい、なんと全員思うって言ってました。はい、 100% が友達にかっこいいと言われたいと思っています。 100% が友達にかっこいいと言われたいと思っています。はい、大事なことは2回言いました。はい、ね、まあちょっと別枠なんですけど、別枠で、あとね、かっこいいと思った時、髪の毛切った後、ん？と思ったけど、なんとなくちょっとわかりますね。はい、なんかさっぱりしたんでしょうね。はい、あとはですね、屋根の上にいる時って言ってた子がいて、多分仕事をしてる姿を見たのかなと思います。本当ね、子供って仕事をしてるお父さんってすごいかっこいいと思ってると思いますよ。やっぱり集中して何かをやってる時ってかっこいいですよね。はい、そしてですね、普通に素直に顔って言った子いました。はい、いましたね、よかった、顔もいましたねいいのかな。はい、では第9問、ダンスしてたらどうって聞いてみました。これね、ちょっと年齢層によって差があったんですけど、なんか意外とね、キュッキュッキュッキュ言いながら、うん、いいよって言ったことが、って言ったこと、ちょっとね分かれました。比較的中学生ぐらいの方が、あーっていう感じでした。で、目の前で0から
練習してる姿はなんか正直ちょっと見たくないらしいんですよ。ただね、陰で練習してできるようになったら嬉しいって言ってました。でこれをトータルして聞いたら、気づいたら上手くなっていて一緒に踊れていたら嬉しいは 60%。 これでも正直もっと少ないかと思ったんですよ、一緒に踊るとかって。でも意外とやっぱ一緒に踊りたいんだと思ったんで、どうですかお父さん、始めてみませんか。はい、でそのまま一緒に踊るのは別として、サプライズとかで踊ってくれたら嬉しいっていう意見もあったんですよ。まあ誕生日とか何かのお祝い事とかで突然サプライズで踊ってくれたら嬉しい、どうって聞いたら嬉しいって言ってましたね。なんと 90% が嬉しいという回答でした。やっぱり YouTube とかの影響もあるのかもしれないですよね。 YouTube でいろんなサプライズ企画もやってますし、やっぱり女子ってサプライズ好きですね。はい。なんかまあよろしければちょっとサプライズ企画とかね、いいんじゃないかなと。でも実際どうですかね、本当にちょこっと踊るのもやってあげたらなんか喜ぶんじゃないかなと思うんですよ。もしやってみたいなと思う方、コメント欄だとなんかちょっとコメント欄でももちろん入れていただいて構わないんですけど、コメント欄は恥ずかしいなっていう方はエマネーションまでメールいただいたりとかですね、あと公式 LINE でいただいても大丈夫なので、よろしかったらご意見ください。はい、そして第10問、どんなジャンルができたらいいも聞いてみました。どんなジャンル、一番多かったのがヒップホップだったんですけど、あとそのテレダンスの中に入っているロック、ポップ、そしてですね、結構ね、ブレイクダンスがやっぱりあったんです。ブレイクダンスってもう大変じゃないですか。だからみんなにも、でもブレイクダンスってさ結構大変なんだけど、ぐるぐるは無理だよ、背中で回るぐらいだったらちょっといけるかもって言ったら、あ、でも全然それぐらいでもいい、背中で回るだけでもいいって言ってました。ご報告です、言ってました。まとめます。小さい時こう言われませんでした？大きくなったらお父さんと結婚したい。多分たくさんの方が言われてると思います。まあもちろんそれは変わっていきますけど、大きくなってもコミュニケーション取れてるとね、いいですよね。娘たちから見るお父さん、お腹が出ているお父さん 70%、 実はお父さんと一緒に踊りたい 60%、サプライズで踊ってくれたら嬉しい 90%、 友達にかっこいいねと言われたい 100% です。私たちがやっているテレダンスは自宅でこっそりできます、練習できます。そしてダイエットとかストレス発散だけじゃなくって、こうやってコミュニケーションにもダンスすごく役に立ちます。ご家族、親子、もちろん会社の同僚とか部下とか、いろんな関係性ですごくコミュニケーションにも役立つものがダンスです。ぜひぜひ試してみていただけたらなと思います。テレダンスについて概要欄に入れておきますが、今キャンペーンで1ヶ月無料もやってます。あと Facebook とか LINE 登録もありますので、 LINE に登録いただくとプレゼント動画もあります。ぜひぜひ試してみていただけたらなと思います。一緒に楽しくねダンスをやってみていただけないでしょうか。まあ本当興味のある方もうちょっとでいいのでね、覗いてみてください。はい、それではまたいろんな情報をお伝えしていきたいと思います。皆さんどうもありがとうございました。